サイドリフトアップシート車、脱着タイプ。サイドリフトアップシート車、脱着タイプの乗車方法を説明します。安全で平坦な場所にエンジンをかけた状態で車両を停止させます。シフトレバーを P の位置にし、パーキングブレーキをかけます。助手席側スライドドアを全開にします。操作スイッチの下を押し続けると、外側へ回転、スライドダウンし、自動的にシートの下に車輪が出ます。車輪が設置後、フロントブレーキを引き、後輪のブレーキを解除します。シートは脱着可能になります。脱着シートの電動式はジョイスティックで、前進、後進、速度コントロール、方向転換などの操作が簡単に行えます。ハンドル部に設置されているコントロールパネルは、スイッチ操作により解除する方のシート操作をサポートします。電動式から手動式への切り替えは、シート背面に設置されている手動電動切り替えスイッチで行えます。脱着シートには介護用車椅子としてご利用いただける手動式のタイプもございます。サイドリフトアップシート車、脱着タイプ。セカンドシート乗車時の足元イメージをご紹介します。サードシート乗車時の足元イメージをご紹介します。セカンドシート振り出し時の足元イメージをご紹介します。